どうもこんにちは。任天堂の坂本です。先ほど北米の E3 で初お披露目した任天堂 3DS メトロイドサムスリターンズをご紹介したいと思います。メトロイドサムスリターンズはゲームボーイアドバンスで発売されたメトロイドゼロミッション以来13年ぶりとなるスクロールアクションのメトロイドシリーズです。ストーリーや骨格部分は25年前にゲームボーイで発売されたメトロイド2をベースにしているんですけれども、操作や、アクション、あとサムスの能力などほとんどの部分が新しくなっていますので、全く別物と言っていいんじゃないかなと思います。最近の人はサムスは知っていてもメトロイドを遊んだことがないっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと基本的なことを。メトロイドっていうのは探索型のアクションゲームで、迷路みたいに広大なステージを進んでいって、その先にあるパワーアップアイテムを手に入れながらさらに先に進んでいくっていうゲームなんです。メトロイド2はバーチャルコンソールとかでは出てたんですけれども、一度もリメイクはされてなくて、ただメトロイドシリーズのストーリー上でのキーキャラクターであるベビーメトロイドとサムスの出会いを描く大切な作品だったので、今の技術でファンの皆さんにお届けしたいなと考えて今回開発をしました。今回は新しい 2D メトロイドとして今までにはなかった要素を盛り込んで、ファンの皆様方のかゆいところに手が届くような正当進化をさせたいなということにこだわって開発しました。例えば基本操作なんですけど、これまでのメトロイドシリーズと同じようにこんな感じの機敏な動きができるんです。ショットは通常であれば向いている方向に打ちますし、L ボタンを押しながらだったら360度見渡して狙いを定めて撃つことができます。これまでは8方向にしか撃てなかったんですけども、フリーエイムでプレイヤーの思った通りの方向に自由に撃てるようになりましたので、これを利用したボスとの戦い方をぜひ楽しんでほしいですね。今回特にお勧めしたいのはメレーカウンターっていう新規の防御アクションです。敵の攻撃の瞬間に合わせてカウンターを食らわすと敵を気絶させて、さらにサムスの強力な攻撃を食らわすことができます。これまでのメトロイドではどうしても敵から離れて倒す、敵の突進を避けるといったプレイスタイルだったんですけど、そのメレーカウンターによって敵の不意打ちに対抗し、もっと前のめりに戦うという新しいサムスの戦闘スタイルを楽しんでもらえると思います。ゲームを進めていくといろいろな装備が追加されていってアクションの幅が広がります。効果の違うショットやメトロイド2ですごく印象的だった壁にひっつくスパイダーボールとかを駆使することでステージの探索できる範囲が広がります。今回メトロイド2をフルリメイクするということで、原作発売時にはなかった特殊アクションとかパワーアップアイテムをいろいろと追加しております。これらによって原作の肝だった探索の面白さとかメトロイドとの戦闘の面白さはさらに楽しんでいただけるはずです。最後に今回から導入したサムスの新能力をお知らせします。それが A4 アビリティ。 A4 という特殊なエネルギーを使ってサムスを一時的にパワーアップさせる能力です。例えば飛躍的にショットを強化してボタンの押しっぱなしでマシンガンみたいにセミオート連射をすることができるようになったり、センサーを強化して自分の周りのマップを表示させたり、隠し通路のヒントを見つけたり、アーマーに電気を帯電させてダメージを無効化したり、接触した敵を弾いたりなど、この A4 アビリティは今までになかったタイプの特殊な能力になっています。
これがオーソドックスな 2D メトロイドのゲームプレイに新しい刺激を与えてます。これまでやってこなかったことを解禁してチャレンジしてみたという感じです。いや正直大正解でしたね。メトロイドというゲームの幅と可能性が一気に広がったと思います。他にも新しいチャレンジをいろいろしていますので、どうぞお楽しみに。実は今回のメトロイドはスペインの開発会社マーキュリースティームエンターテインメントとの共同開発なんです。このコラボが見事にドハマりしまして、サムスリターンズがここまで飛躍的なリメイクになったのは彼らという強力なパートナーとの出会いがあったからこそなんです。ここを語り出すと時間が足りませんので、それはまたの機会にでもお願いします。あ、そうそう、実はこのゲームのためのアミーボ、サムスとメトロイドも作ってるんです。メトロイドはアミーボ初の柔らかい素材を使っていますので、独特なプニョプニョ感を体験できますよ。こちらも合わせて発売を楽しみにお待ちください。それではまた。